全国に約30万人いると言われる警察組織。そこにはピラミッド状に重なる厳しい階級制度が存在する。すごいね。今回はあまり知られていない警察組織の階級を人気刑事ドラマのキャラクターがどこに位置するのか当てはめながらご覧いただこう。まず警察官としてキャリアがスタートするのは巡査から。その数およそ9万人。この階級で有名なキャラクターは太陽にほえろで松田優作が演じたジーパン。衝撃的な殉職シーンは今なお語り継がれているが、警察の階級では最も低い巡査だった。その後警察官として初めて出世すると巡査長に。巡査を10年続ければ試験もなくほぼ昇格できる。ここに属する名物キャラはこち亀の涼さん。そしてドドル大捜査線の悪刑事。ドラマでのベテランだが出世欲のない人というイメージ通りだ。国民的キャラクターの涼さんよりも一つ偉いポジションが巡査部長。ドラマでは藤田誠が演じたはぐれ刑事の安浦吉之助、危ないデカの高と裕二、なんと2人揃って巡査部長。出世なんて関係ないねと言ったところだったのか。そこからさらに昇進すると警部補に。ここに位置する名刑事は太陽にほえろの落としの山さんこと山村刑事。踊る大捜査線の青島刑事も下から4番目のポジション。さらに古畑任三郎もこの階級。数々の難事件を解決する古畑だが、警察官としてはそんなに偉くはないのだ。そんな古畑青島の警部補を従える階級が警部。ドラマでは相棒の杉下右京、太陽にほえろから石原裕次郎を扮するボス、そして西部警察の大門刑事。実はルパンを何度も取り逃がしている銭形も同じ警部である。そんな警部から昇進すると警視に。警察全体のわずか 3% という狭き門をくぐり抜けたのは踊る大捜査線に登場するスリーアミーゴスのこの2人。事件解決にはほぼ役に立っていないが、杉下右京よりも給料をもらっていたようだ。ここから先はいわゆるキャリア組がひしめくエリート階級。まずは警視正。ここに位置するのは踊る大捜査線のスリーアミーゴスの神田署長。お気楽な人に見えて実はほんの一握りしかなれないキャリア組だったのだ。そんな警視正よりさらに狭き門なのが警視庁。相棒の内村幹事警視庁、真矢美希演じる踊る大捜査線の沖田警視庁。ドラマでは憎まれ役になるのだろうか。いよいよトップ3。まずは警視官。30万人の警察官の中でわずか38人しかなれない重要ポスト。テレビドラマでは踊る大捜査線の室井慎二、そして相棒では私石坂浩二の名演が光る甲斐峯明。そんな警視官の中からたった一人選ばれるのが警視総監。着任には総理大臣の承認が必要とされるほどの上層階級。ドラマでは2時間ドラマの人気シリーズだった奥様は警視総監、主役の片隅を演じる橘朝子がこのポスト。そして全国警察組織の頂点に君臨するのが警察庁長官。ドラマでは G-75 丹波哲郎が演じた黒木哲。ドラマ開始当初は警視だったが最終的に警察庁長官に上り詰めた。以上これら11の段階によって約30万人の警察官が統制されているのだ。